J1 川崎フロンターレは12月12日、AFC チャンピオンズリーグ、アクル、グループステージ最終戦でウルサン現代、韓国、とアウェーの地で戦う。対戦国メディアは、K リーグ一部の覇者であるウルサン現代が、川崎フロンターレと韓国と日本のプライドをかけて戦う、とこの一戦に注目している。動画、残忍な行い、正気じゃない、武漢 FW がハノイ戦で見せた、万幸。 最上劇現在グループ I では川崎が5戦無敗、勝ち点15で1位。3勝2敗、勝ち点9のウルサン現代が2位と続く。今大会では各グループ1位がラウンド16へと進出。すべてのグループの2位のクラブのうち、ランキング上位3つのクラブも次へと駒を進めることができる。韓国のスポーツ、芸能総合サイト、オセンは、ウルサンと川崎、 日韓アクル戦でラウンド16進出に挑む、と最終戦に注目。レギュレーション上、2位のウルサン現代はこの試合で勝利した上で、他のグループの結果次第でラウンド16に進出できる。ウルサン現代は今シーズンの韓国一部リーグ、K リーグ、で2連覇を達成。また11月28日に行われたアクルグループステージ前説パトゥムユナイテッド、対 戦でも3対1で勝利を挙げていることから、最近の傾向は良好だ、とチームの好調にも記事では言及した。J1 ガンバ大阪にも所属経験のある DF ・キム・ヨンボンは、今季韓国一部リーグ MVP を受賞。17得点を挙げた FW ・チュ・ミンギュは、2年ぶりに得点王に返り咲いたという。そんな韓国の精鋭を揃えるチームと、 川崎はアウェーで対戦する予定だ。第二節の川崎ホームでの対戦では、0対1と敗戦しているウルサン現代。汚染は、ウルサンのシーズンはまだ終わっていない。最高の雰囲気を背負い、川崎戦に全力を尽くす。アクルでは3年連続の顔合わせだ、と因縁の対決を取り上げる。川崎との総力戦を繰り広げ、見事なフィナーレを飾ることができるだろうか。 と母国リーグ覇者に期待を寄せていた。